はい、こんにちは。プレイスペースのアップデート、最近情報。この大きいガレキの塊がなくなってる、そのお家の家族が、知り合いにお願いして、ユンボで全部取ってくれました。嬉しい。じゃあ次は何でしょう。まあ、残ってるのは、あると、残ってるのがこの平らになって微妙に平らにしてる最近。まあ一応広場かな、そんなに広くないんだけど、平らになってる。一応なんか物を作ったり走って回ったりボールゲームでも微妙にできるかな。まあ子供たちってそんなに几帳面じゃないから、そうしてだったら喜ぶと思うから、自分がなんか完璧にしたい気持ちもあるんだけど、それは多分めっちゃお金かかる。ユンボをこっちに入れて基礎全部取るのがもう不可能ですよ。そこまでお金がないです。だからこのままでやると、私のもともとの大学の専門は考古学です。で、ちょっとトリビアですね。で、我々考古学者が分かるのは、古い建物が土に埋めてくる、葉っぱ、木とか植物が育ってくる、植えてくるから、そして死んでから、葉っぱが落ちてから、その葉っぱが崩れて土になる。で、どんどんそのプロセスを繰り返しによって土がどんどん上がってくるから、だから考古学者が掘ってから昔の建物の基礎とか昔の動機とかを探したりする。死体もね、骨もね。だから一応このプロセスで、まあ、最近は冬だからそんなに育たないんだけど、コンポストを作って、あっちもコンポストを作って、前もこの話したと思う。でもそのプロセス、コンポストを作ったり、植物を植えたり、切ったり植えたり、切ったり植えたり、切ったりすると土になるだろうかと思うから、あとは几帳面的に完璧にするのをやめて、とりあえず、まあ、広場ができたと納得して次のステップに進んでいけばいいと思うから、次のステップははっきり何だろうかとまだ分からないんだけど、ちょっと考えたりしてるから、まあ、次もう近いうちに何かする予定です。はい、どうも今日も見てくださってありがとうございました。今日いい天気ね。